そうだあのねちょっとバスコショット事件について一言言いたいと思いますはいあのバスコショットとか言われとこさ YouTube のその普通の動画みたいなんで見たけどさ普通にめっちゃ可愛いよなで多分やけどその言われとったやつはさスマホかなんかのちょっと魚眼のカメラかなんかで撮ってんのよだから花がいつもよりちょっと大きく見えてるだけなんよあれ絶対で加工とか言うてもマジあんなんさ可愛いいくらいの加工しか全然してなかったやんであれでバスコショット ほんまいやおま、お前らさー、みたいな。一生相手にされへんけんってさー、そういうこと言うん、ほんまによくないわ。あれこそ酸っぱいブドウやろ。手が届かないものなんで、その悪いように言ってね、自分のことを諦めさすんですよ。あんな可愛い女の子に相手にされへんから。だったら、いやー、加工でブスだったわってことにすんねん。あれ別に加工前全然ブスじゃないよ。あれでブスやったらやばいよ。もうこの世どうなってんのもう世の中ブスしかおらんから。そこ歩いてんのブスしかおらんから、ほんまに。遊びでやってるわけじゃない、ブスを。 あいつら本気でブスやってんねんあんな可愛い女にブスとか言ったらブスが怒るほんまにだからほんまにガチのブスとしてもう生きてるやつらはさ「えっめてんの?」ってなるよほんまにあれでブスとか「えじゃあ何私は生きていることすら許されない系ですかかもしかして人知の及ばないブスですか?」ってなるやんふざけるなよほんまに。 あのなあブスと思ってる人いないのにみんなブスって叩くのはなぜかっていうところなんですけどそもそもののブスっていうのはブススっってていいうは言われないんですよなんでかっていうともう存在すら無視されて相手にされないからで誰がじゃあブスって言われるかっていうと自分が気に入らない女のことをブスって言うんですよね女は特にそうだと思うなんか気に入らない女のことをブスって言いますでもガチブスだったらもう目にも入ってないからもうブスとか言わないもん だから高二とかでそうやって有名になって多分お金とかも稼いであるであろう勝ち組のどっからどう見ても可愛い女に対して男のふりして書くんですよまあ女だと思うわあれ叩いてんのほんまに同級生の嫉妬とかじゃないかなと思うよだってあの子可愛いもん普通にあもし切り抜き見ることがあったらめっちゃお前は可愛いよほんまに可愛いし若いから絶対やめんなよほんまにやめたらマジでもったいない言ってるだけだからほんまに嫉妬するやつが全員女やからって思っとき まあ男が言ってんのは、あの、やられへん嫉妬から、どうせ俺のこととかこいつ相手にせえへんのよな、ぐぬぬ、悔しい、ブスって書き込んでやる、うおーっていう、まあ、ホビットだったり弱者男性なんで、あなたみたいな、もう強い、強い、もう、何顔面からして強い女は、何も気にすることないで。そう、欠点探そうとするんよな。最低よ。そう、私より可愛いよ。だってあの子の顔になりたいかって言われたら、別に私になりたいよ。私より全然可愛いよ。あとは、ずぶとくいけるメントルだな。 メンタルが必要でずぶとく生きていけるメンタルとあの可愛い顔があればもうどこでも通用するからカヌカナの方が可愛いはさすがに煽りやからお世辞もなやりすぎると結構失礼になるっていうことを覚えろよお前らはメンタルはさすがに私に軍配上がりすぎて草だわ高2の女の子がさあんなん言われたらささすがに心病んでまうよかわいそうよ無理あれくらいの子にはほんまにも相手にされへんからな と言っっってて足を引っ張ってはいいけないそうよあの子がさ中象にいかねて整形しちゃったりしたら目も当てられませんよそれで鼻整形しちゃったりとかしてさあんなも天然で超可愛いのにいや待って待ってタヌカの72点って私62点って言われたっていう話をしたんですけどもしかしてあげてくれてますありがとうございますタヌカのどこ整形したんだっけお前工事の写真また晴らす気か あの子の方が可愛いけどタヌカナの方が抜ける。まあ、ちょいブスとかなんか自分でも相手にされそうな女の方が抜けるっていうのはま心理なんで可愛すぎるとダメだよね。うん、まあ、JQ はちょっと若すぎるね。